浅瀬岩木は、青森県黒石、大和浅瀬石矢座流の口を呼び、大和浅瀬石矢座山部にあった、日本の城である。別名、浅瀬岩木。城は北へ突き出た、絶上大地の先端にある。行政が周知する埋蔵文化財放送地としては、青森県ナンバー204,031。 小賀の遺跡と青森県ナン、no. バー204032浅瀬石遺跡の範囲内にあたる。城跡は現在リンゴ園となっており、堀跡は農園内の作り道となっている。近くには浅瀬石川が流れている。城の構造は東方、北方に浅瀬石川が流れているが、西方、南方の城下があった小賀の方面は平地であるため、田舎建て、 対抗寺方面との連携が必要である。人事元年、千徳氏の祖である、一の平行重が築上したとされるが、その根拠とされる、黒い星田や文書の千徳系図は、不審な点が多く、詳細は不明である。戦国時代、上主の千徳政氏が、南部氏を裏切って、津軽ための部と同盟を結んだ。すると、 南部信長は激怒して、東正勝を攻めてとして、天正13年4月、3000の軍勢で、浅瀬岩城を攻撃してきたものの撃退した。しかし、この合戦で、田め信が援軍を出さなかったことにより後の不和の原因となったと言われている。慶長2年2月、千徳製港の代に、津軽氏との同盟が破綻し、寝返った、重臣、木村越千子らが本丸を吸収。 敵将、森岡金吾などの津軽軍2500人の攻撃を受け、2000の城兵は奮戦したが落城、正康は自害したため、敗城となった。城は、本丸、二の丸、侍屋敷、町屋敷、大館館、御堂館で構成されている。1、本丸東西約170メートル、南北約180メートル、飛行約30メートル。 東、南に掘り、北は、沢となっている。二、二の丸本丸の東。東西約六十メートル南北約八十メートル。南、西を、掘りがあり、北は、沢となっている。三、侍屋敷、町屋敷本丸、二の丸の南。東西、約二百メートル南北約八十メートル。浅水脇の城下である。王子は、 家中侍屋敷530軒余り、市街地1230軒余り、近在の家200軒余りの城下であった。4. 大官官、未堂館本丸などがある丘陵と沢を隔てた北に、ある。大官官は文案もと年頃に築かれた。二つとも本丸と離れているため、監視用の砦のような役割をしていたと思われる。 その他多数東北自動車道黒石、インターチェンジから徒歩2分、または、広南鉄道広南線黒井駅からバス、小賀野経由尾上線小賀野下車、徒歩10分。ありがとうございます。